こんにちは、平井優奈です。こんにちは、白くせーす。孝太郎です。お願いします。久々の質問コール、イエーイ。レッツゴー。質問じゃない、していい？1個目。はいよ。焼肉を世界一美味しそうに食べてください。喋れないタイムかもしれない。もう悲しくなってる。美味しすぎて。楽しくなっちゃった。1個目がないってやばいね。スクショした？スクショした？聞こわ。いきます、はい、嫌いな食べ物。パクチー。グリーンピース。シシャモ。嫌いで自分の力を 100% 出すには、自分を信じる。練習通りやる。 100% は出ないよ、なかなか。80でよし。使ってる香水とかありますか？これ最近はアイブサンローラン。僕はボディショップ、わかる？わかんない。シャンプーとかそういうのめっちゃ匂い強いところのブラックピンクみたいな感じの香水。白かイブサン。リラックスへ。孝太郎のことまだ好きですよね。どういうこと？俺は負けたの？俺はまだ諦めてないです。電柱などをするとき目は開けてますか？開けてる。開けてます。覚えてない。孝太郎くんに携帯取りに行かせた娘は誰ですか？娘年1個しか違わないんだよ。バカな。はい。ラックスさんは彼女いるんですか？いないです。はい。また1万機計画するそこでチャウスか。大好きです。ありがとうございます。え、1万企画。あと何でできるだろうね。ね、そのあれをコメント欄で書いてもらおうよ。うん、お寿司100貫やりたい。無理。100貫。え、無理じゃない本当に。でもさ、4人いたらさ25円。100貫だもんね。うん、100皿じゃないよ。50皿食べたら100貫でしょ。じゃあいけるな。いけるよ。どこに行ったら会えますか？1ヶ月吉祥寺に1日中いたら多分俺らには会えるよね。確かに。これは青葉台。確かに。どっくらいいたら会える？いや、結構1時間ぐらいいれば。1時間って嘘だろ。いや、日体大かな。日体大に1日中いたら会えると。やる気が出ない時の対処法は？やらない。やらない。それでもやる。やば、真逆。やる気ない時に無理やりやっても怪我するだけだから。そしたらもうやんない方がいいよ。俺も仕方なんだけど、感情。やる。やる気あっても空回りしたらね、怪我するし。怪我したことある。頑張って。うん。跳馬のユルチェンコ2回陸上げして立って、うん、その後基本練習してた時に、なんかロイター踏み外して、足の親指。巻いた？巻いた。終わった。何を動物に例えると？猿。ゴリラ。高校の時、爬虫類みたいって言われた。キツネっぽいかな。ああ。お母さんにはね、うん、およよって言われる。およよって何？そんな動物いんの？動物じゃない。あ？妖怪？なんか、キャラクター、これ。ああ、まあ。黄色だしね。ダックスって左利きですか？左は頑張って使ってます。右脳を鍛えたいんで、右利きです。はい。偏差値はどのぐらいですか？リアル35とか。個人の偏差値がないくない？偏差値って何？測定不能2人。ポテトカリカリ派ですか、ふにゃふにゃ派ですか？カリカリ。カリカリ。カリカリ。おお。好きなスポーツブランド。アディ。ニューバ。アディ。初恋はいつで誰ですか？バカか。いいねー。幼稚園の頃の同じクラスの子。じゃあ次行こう。あった？あった？今びっくりしちゃったの。今幼稚園になぜか多分うちにいっぱい遊びに来てる。小5の同じクラスだった人。小5までじゃあ好きっていう人いなかった？なんかみんなと仲良かった。今じゃありえないね。最近のコタくんの一番面白かったことは？ね、太郎はさ、自分で面白かったことでいいんだ。
なんかずっと運転してる時に曲流してるんだけど、うん、そうそうみたいなのをこの二人でやってるのよ、ね、日々、うん、プライベートで。この方がね、むせたけど速さ勝負だから行くしかねえか、そう恥ずかしい、ガチやばい。そう、流れてでも咳が出てて、うん、言わなきゃって思ったら、うわーみたいな感じになってて衝撃だったね。爆笑した。以上。それこそでもシャットダウン、コウタロウが自分で笑っちゃった、あのルールを破ったっていう、あれは力を抜かなきゃいけないのにっていうのはおもろかった。そんな面白くないかも。そしたら笑ってる記憶はあるけど、何で笑ってるかとか全然覚えてない。ベレージ高いんだ俺。多すぎるのかもね。初デートはどこに行きましたか。それって付き合ってる時。いや、付き合う前で。新大久保にかき氷食べに行って、うん、その後に江ノ島の海行った。すごくない？そう。移動。そう。で、水族館行った。うん、以上。はい。人生で一番怖かったことは。親父がブチ切れた時。それ毎度毎度怖いってこと。前だけど、まあ、ある日が一番怖かったね。それも何してか覚えてない。覚えてない。反省してない。あれ飛んだ飛んだ。そう、恐怖で飛んだ。うん、頭を打った時かな。そういう恐怖だった。私はね、小学生の時に肺炎で入院したの。うん、それで点滴があって、うん、で、まあ普通に寝るじゃん。で、朝起きたら足がなんか冷たいなと思って、うん、パッて見たら血がね、ドゥワーって。でもね、うん、ここも外れてないし、うん、あのどこも濡れてなくて、足のとこだけ血がね、うん、あったの。その時は別に何も思わなかったけど、うん、よく考えたら怖いと思って、うん、それよく考えなくても怖くね。最初漏らしたかなって思って不安になったけど、違くて、うん、で看護師さん呼んで、うん、やっても別に何も言われなかったから、うん、そのままスルーしてたんだけど怖かった。異性のキュンとする瞬間は。くしゃっと笑顔。こんな感じ。くれい。あの髪の毛長い人を縛る時とか。定番なんじゃない結構、でも思っちゃうわ。確かに定番なんだけども、うん。逆は萎える瞬間というか、あるんだよね。何？その好きとかさ、気になってる人が怒られてるところ見ると、めっちゃなんか嫌な気持ちに。店員さんとかにめっちゃ文句言う人、ガチで態度悪い人は嫌、うん、偉そうなのダメ。そういう頑張ってる人に対して早くしてみたいな、うん、でなんか一緒にいるとちょっと恥ずかしい、ね、うん、そう、自分がね、チームだと思われたくない、うん、萎える瞬間か。まあ、ないかな。全然ある。ヘとかゲップとかは大丈夫。好きな飲み物。コーラ。ブラックコーヒー。ビール。ゆうなちゃん、可愛すぎて大尊敬です。ありがとうございます。ポタの好きなところ。ああ。車で送り迎えしてくれるところ。走りやん。炎上するぞ。確かに。そう、まあ、優しさっていうことよ。そう、まあだってさ、好きなのはさ、好きだからさ、結婚もしてるでしょ、うん、だからさ、そういうことだよ。あ、そうだね。不然としてるよね、好きって、うん、優しい、うん、みんなの長所と短所。スポーツの長所、明るくね。明るい基本、うん、なんか悩みなさそうで、悩んでることがめんどくさいっていうか、なんか知らねえよみたいな。すっごい楽しそうですね。うん、なんでも、うん、何しよう。全然食えない。マイペースすぎる。あー、そんな感じないんだよ。生活してないから。撮影の時のコツはめっちゃいい感じ。そう、うん、でもそれが終わるとマイペースすぎる。やることやってんじゃね、いい風に言えば。そうだ、撮影だけは、っていう。そう、時間がない。寄り添ってくれ。
れない時あるよ。うん、見捨てる。いや、何それみたいな。これ悩むなよ。なんかねー、そうなんだよねー。じゃあ、俺の長所感情で。長所は、ヨギボー。ヨギボーっていうのは、優しすぎる。そう。ガチヨギボー。人をダメにするクッション。でも悪い意味じゃない。そう、めっちゃいい意味の人をダメにするクッションみたいな感じ。それ、長所だもん。いや、長所だよ。で、なんだっけ。根性だ。確かにな、根性はすっごいよな。じゃあ、何しますか。頑張りすぎて、目標のところで、の前で、ジーンってなってる。何言うの。天然。長所なの。長所じゃん。なんかそれで、マジで意味わかんないこと言って面白い時あるじゃん。でも頑張れる人だよ。うん。ね、うん。人に気使える。偉そうじゃない。経歴とかで言うとドヤってやっぱいいじゃん。うん、人によってはね、ドヤる人もいるぐらいの凄さだけど、でもないし。孝太郎は長所、まあ負けず嫌いとか。ああ、確かに確かに、それマジあるわ。で、気が済むまでやるっしょ。短所はガチで意味わかんねえ。脳みそが理解できない時がある。話飛ぶし。短所って言っていいのか分かんないけど、なんか思ったより自信なくないっていう、うん、自分に。ネガ、うん、ない。めっちゃネガティー。そのあるよっていう、俺らの方が自信持てるぐらいのすごいよっていう。はいはいはい、終わり終わり。はい、終わり。この動画が良かったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。